件だなんて、まったく悲しいよね。待って、誰かいる？ん？はじめまして、私はネオンです。エリシオンの2件。今回の調査作戦に合流することになりました。よろしくお願いします。シフティ、何か聞いてる？え、たった今人事異動が発令されました。指揮官、何か聞いていませんか？これは怪しいね。急に増員だなんて。正体は何なの？え、私は…あ、スパイだと思います。え、イングリッドさん、社長の命令はこうでした。全力で手伝って全てを報告するようにと。これってスパイですよね？そうだとは思うけど。私ずっとスパイとかやってみたかったんですよ。よろしくお願いします。スパイ任務頑張ります。はい。これ大丈夫なのかな？さあ、ここが地上。初めてなの？はい。こんなに広くて空がパチパチしないなんて、こんなの本当に初めて見ました。空気の成分は同じなのに微妙に何か違います。それも今だけだよ。地上で1時間以内にラプチャーと遭遇する確率は 100%。 干渉に浸ってボーっとしてたらビームに頭をぶっ飛ばされるわよ。はい。ですから急いで移動してください。作戦の最終目標は発電所にある制御室の調査です。作戦地域をスキャンします。エブラ粒子を浄化中。濃度 42.43%、 21.48%。 エブラ粒子の濃度 2.01%。 スキャン完了。目的地の発電所まで続く道をスキャンした結果、無人浮上式鉄道の線路に沿って移動する必要があります。ただ線路全体に高圧の電流が流れています。ニケならダメージを受けても問題ありませんが、問題は…何が大丈夫なの？死ぬよ。高圧電流の原因は？ヒストリー検索中。5年前都市封鎖を進めていた際に、ラプチャーの外部への移動を防ぐため意図的に流したそうです。当時にしては完成度の高い線路でして、電力は自家発電で供給されます。都市の内部に残っていた人間は？建物には入らない方がいいわ。何がいるかわからないし。ではまず線路の電流を遮断しよう。外部からコントロールする方法はない？はい、あります。制御センターをマップ上にチェックしておきます。指揮官、準備完了です。ラジャ。お、ラピー。指揮官、私の後ろへ。シフティ、バックアップを。私、何か失礼なことでも言いましたか？ラプチャーが出たんじゃ。違います。ねえネオン、地上に出たニケには暗黙のルールがあるの。あ、単独では使用禁止よ。わかった？そうですね。これは大丈夫ですよね？それは大丈夫。それで何があったの？私、いいこと思いついたんです。線路に流れる高圧電流が問題なら、ゴムの長靴を履けばいいのでは。悪くないな。悪いですよ。こんな高圧電流が流れる場所は人間が近づくだけで。とにかくダメです。
もっと詳しく説明しないの？いいアイデアだと思ったのに。指揮官、もしかして。はい。制御センターへ到着。線路への電力を遮断します。指揮官、コネクティングデバイスを。地上にあるいろいろな機械をオペレーターが遠隔操作するために必要な機械です。携帯に出っ張ってるところがありますよね。それを引っ張るとケーブルが出てきます。はい、それです。それをコントロールしたい機械のポートへ差し込んでください。指揮官、ここです。士官学校を卒業したって嘘じゃないわよね。遮断完了。これで線路から都市内部への侵入が可能です。行きましょう。ゴムの長靴は本当にいらないですか？いらないってば。状況終了。さっきから気になってるんだけど、ネオン、あなたって火力高すぎない？火力は高ければ高いほどいいですからね。バランス大丈夫？よく聞いてください、アニス。この世は火力が全てです。火力だけが私たちを守ってくれるんですよ。多少バランスが不安定になっても火力には価値があります。そっか。さあみんな、私の言葉を復唱してください。火力最高。嫌だ。発電所の位置を確保。侵入可能です。50機以上のラプチャーがいるところに入ることを侵入と呼べるならそうね。普通は自殺行為って言うのよ、それ。わかりませんが、少し前から稼働を始めたそうです。公的には地上に残った人間の数はゼロです。しかし物事に例外はつきものです。この怪現象を調査するために何度も試みましたが、成果はありませんでした。あ、ちなみに結構大規模でやってもダメだったわ。ワンサカいるラプチャーにみんなやられたの。生存者という可能性を除いても、あの発電所には大きな意味があります。あの程度の規模ならアーク内の全ての施設を2ヶ月は稼働させられますから。つまりこの作戦の重要度は非常に高いと言えます。3人に任せるくらいすごーく重要な作戦だってことね、アニス。何？作戦拒否。それは違うけど。ではそんな無意味な説明はしない方がいい。どうやって侵入しましょうか？発電所を掌握しているラプチャーを全滅させ侵入すればいい。ああ、なるほど。行きましょう。私の火力をお見せする時が来ましたね。それって選択肢じゃないわよね。ではご命令を。調査を進めますか？ああ、わかったわ。行けばいいんでしょ、行けば。じゃあみんな、装填を確認してから突進しましょう。3人だからすぐ死んで終わっちゃうからね。アニス、私たち弾よけくらいはするから後ろに隠れてて、脳だけはちゃんと回収してね。それくらいはできるよね、指揮官様。死地へ追いやるよりは全然簡単よね、アニス。何？この状況で下せる適切な判断なのよ。下克上と判断していい？どうぞお好きに。下克上は即決処分よ。ラッピー、なんでそんなこと言うの？落ち着けってこと。落
ちつくも何も私たちが無駄死にになるようなものよね。私たちはまだ指揮官の作戦を聞いていない、うん、状況は絶望的です。実際方法はないと言っても過言ではないでしょう。もしかして何か作戦が潜入？ルートなら一つだけあります。はい、わかりました。ここどこなの？発電所の内部とつながっている排水路です。ああ、まさかここを這いつくばって進むとか？塞がってますけど。建物の一部が倒壊し入り口を塞いでしまったようです。ちょっと待ってください。他のルートを探してみます。突き進めばいいんじゃない？でも瓦礫が多すぎます。でもどうやって？大丈夫かな。爆音すると思うけど。周辺でラプチャーの反応はありません。安全です。では始めます。ちょっと待ってください。ここは私に任せてもらえませんか？は？いや、みんなでやればもっと早く。やらせてください。マジ？瓦礫の消滅を確認。排水路への侵入が可能です。火力だけはピカイチだね。指揮官、私分かったんです。相手が何であれ火力があれば解決できないことはないって。答えは火力。火力が全てです。本当にありがとうございます。少し迷いがあったんですが、背中を押してもらった感じです。火力の道を進む者として極意と向き合えた気がします。そんな道あったのね。これからはどうか師匠と呼ばせてください。改めてよろしくお願いします、師匠。はい、師匠。勝手に呼び方を変えるな。すごい匂いですね。人も住んでないのにこんな匂いがするのね。ここは排水路だからね。いろいろ溜まっていたんでしょう。あの、一言言わせてもらってもいいでしょうか？何？吐きそうです。嗅覚センサーをオフにすることを勧める。それを切ってしまうと、なんというか人間からあまりにも遠ざかるみたいで、ちょっと変なこと言うね。心だけは乙女ですから。私は乙女を諦めるわ。切っちゃおっと。指揮官、大丈夫ですか？人のお尻のすぐ後ろでそんなこと言わないでよね。でも意外ですね。排水路からの潜入なんて。普通指揮官はニケイコール兵器という認識ですし、火力で吹き飛ばす方を好みますから。好みとかじゃなくて、それ以外には頭が回らないってことじゃない？そのくせ自分の体だけを大切にして、少し泥がついたくらいで騒ぐでしょ。呆れるったら。止まれ。うっ、今私のお尻に顔が当たってますけど。だから人のお尻に向かってそんなこと言わないで。後ろ、後ろに行って。ねえ、なんで急に止まったりするのよ。光よ、内部についたみたいね。そうだね、早く出ましょう。前方にラプチャー発見。当然のように内部も掌握してるわね。こんな地下までどうやって来たんだろう。ところで、あのラプチャーたち何をやっているのでしょうか？
機械の周りに集まってるね。ラプチャーが人間の文明を利用するわけ？アニス、よく見て。操作している。本当に？こんなことって今までありましたか？これまではありませんでした。指揮官、アークへ戻ることを提案いたします。調査という任務は達成しました。ラジャ、シフティ、後ろのルートを確保。気づかれたわ。エンカウンター。指揮官、私の後ろへ。ラピ、こんな、いい加減にしろ。奴らが来てるよ。何この振動。前方タイラント級を感知。識別信号グレイブディガーで確定。あの土を掘るやつね。ここで戦うのは自殺行為だよ。ラピもいないのに。シフティ、開脚ルート。はい、当該位置の校舎はまだ稼働します。線路に沿って外部へ出ることが可能です。よし、行くよネオ。はい。よし、振り切ったわネオ。ラピオは無事みたいです。もうすぐで外部です。ここからは走ってください。ルート上にはラプチャーがたくさんいます。気をつけてください。了解。指揮官様、走るよ。この…しっかりしてよ。ぼんやりして私たち全員死なせるつもり。ラピはまだ死んでない。頭さえ持っていけばなんとかなるよ。行こう、早く。わかった。師匠、あの、これを持っててくれませんか？私たちが持っていると戦闘に支障をきたすので、よろしくお願いします。